ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さん、おこんにちはでございます。ミネオです。7月23日木曜日、 DQ1 イベントついに始まるな。みんな準備はいいか？なんかねドラクエ版に出てくるモンスターを使ったようなねバトルもあるということなんで、まあ少し育てておくといいかもしれないね。はい。今日はですね、先日の動画でもちらっと言いました、ちょっと牛ちゃんやべえんじゃねえっていうね、噂のブルーホーク、レベルマックス、覚醒マックス達成しましたので、またご紹介させていただけたらと思います。じゃあまずステータスの方からご紹介させていただきます。ポチッとな。いやーこれはね、でも基本ガチャだからね、この部分はね。なのでまあたまたまね、これ覚醒後が被っちゃったってね、モリ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 被っちゃった感じなんだけどね。うん、前から注目はしてた。うん、前から注目はねしてた。なぜなら移動力がやばいからだ。移動力、なぜね、ああそういえばなぜこいつが魅力的かというと、まず移動力の4、そしてまあステータスはまた左側に出しておきますが、 HP もまあまあいい、申し分ない割の攻撃力の高さ、そして何よりこの特技の脱力斬り、こちらが相手の攻撃力を時々下げる、しかも3ターン、これまあまあ下がるよね。うん、これは大きいと思う。なんだかんだ言ってやっぱりヘナトスって大事だよね。うん、ルカニよりヘナトス派だよね。みんな醤油よりソース派だろ。私はルカニよりヘナトス派だ。はい、というわけで、耐性はね、はい、いつものように、魔獣系のオーソドックスなメラドルマ大弱点となっております。そして下チラチラっと見てもらえば分かるように、覚醒スキルも最後までマックス。そして、ね、みんな大好き戦闘力。私の戦闘力は2352です。まあ、これがいいのか悪いのかちょっと分かんない。一応これが装備なしの値ということでね、ご理解いただけたらと思います。え、なんて？私の戦闘力は2352です。で、ちょっとそうだね、この爪でもちょっとつけていきましょうか。素早さを上げて恒例のね。じゃあここのバトルロードに向かいたいと思います。ブラウニーちゃんどこかな？オッケーオッケー。じゃあ、ブラウニーロード、恒例のブラウニーロードに7、ブラウニーロード7に行ってまいりたいと思います。ブラウニーロード。ここでも一応装備してるんかな？装備はしてるか。もう限りなく育ってきたよね。ブラウニーロード。これは、あれだよね。おい、誰か突っ込めよ。何がいいってさ、サクサク周回の時とかね、やっぱこの機動力を生かしたパーチって素敵やん。うん、そんな感じする。ちょっと超早いでやってるけども、さあやん、結構効くやん。大丈夫ブルちゃん、ナイス回復、これは大きい。いいね、2連付きいいよ。これなんかさっき見た気もするけど、いいか。なぜ横に行った？いや、そこ巻き込まれちゃうぜ、おい、大丈夫？ちょっとリカントやべえな、これ。はい、はい、ベホイミ、ナイス。さあ、そろそろ本気を見せてくれ。はい、攻撃力210でヘナトス入る。ナイスだ。あれ、時々っていうけど、やっぱ結構入るよね、攻撃ダウンとかさ、守備力ダウンってさ。普
通の攻撃がだいたいやっぱりさ100ぐらい目安にしてるんで、はい、238。この超速いでこのぐらいな感じかな。ちょっとスピード落としてみる？じゃあもう一回ね、再戦。このブルーホーク、ブルーホーク。じゃあちょっと速いぐらいでやってみようかな。これ424だからね、これ424、やべえな、おい。抜群だけどもやばいね。そうだよね、だいたい抜群で出て200以上出てたらなかなか優秀だよね。うん、そうそう、普通はまあこんなもんなんだよね、やっぱホークちゃんといいね。オーマイガッド、いまいち、ナイス。おっとミス、大丈夫か？牛ちゃん多分、あ、横に行った、えらい。298、ナイスダメージ。はい、余裕。210、何もなくても200超えって感じかな。だから第2のね、ベビーパンちゃん来ちゃったよね。うん、ここサクサク枯れちゃうとまずいね、やばい。はい、今回はね、ランク C モンスターの貫突シリーズ第1弾ということで、ブルーホークの方ね、ご紹介させていただきました。やっぱりこの機動力を生かした猛獣パーティーを周回も兼ねてね、目指していきたいところではありますので、またなんかね、皆さんもこれ結構強いよっていうモンスターいたらね、こそっとね、こそっと教えてください。では皆さん、また会いましょう。失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。いつも皆様、動画ご覧いただきありがとうございます。これからも頑張ります。ぜひチャンネル登録お願いいたします。